吉原翔平は福岡県音楽郡水巻町出身の元プロ野球選手、宇藤右内。野球を始めたのは10歳年上の兄が甲子園で行われる全国高校野球選手権大会に出場したことに刺激を受け、それをきっかけにして小学2年生から伊佐ザイアンキースに加入して始めた。野球を始めた時のポジションは遊撃手。 水巻南中学校時代は、水巻中央シニアに所属してプレー東筑志学園高校に進学。高校時代は主に投手兼外野手としてプレー打撃は、長打力もあり、中軸も任された。2年時は、抑えで活躍したが、その冬に行った走り込みの成果で、翌年4月の北九州市長媒では、直球146キロを記録。 チームの2枚看板投手として、活躍、3年夏の全国高校野球選手権、大会福岡県大会でベスト8。打順は主に3番で長打が打てる打撃センスも光った。本格歯右腕として、県内でも注目されたが、プロ志望届は提出せず大学進学を選択する。東京農業大学食料環境経済学科に、進学。 東都大学野球リーグ2部で1年春から活躍。東都2部リーグでの通算成績は、72試合登板、15勝23敗、271奪三振、防御率2.89という成績だった。大学卒業後は、社会人野球へと道を進め、日本生命に入社。同社野球部では1年目の都市対抗野球大会では、3試合に登板し2試合連続完封。 二勝零敗棒0.46という成績で、チームのベスト8に貢献する活躍を見せ、大会優秀選手賞を受賞し、若実師匠獲得。日清野球部からの若師匠受賞者は、福留光介以来二人目。同年の日本選手権では2試合に登板し、一勝零敗防御率0.79という成績で、チームはベスト8という結果となった。2013年、 ドラフト会議にて、千葉ロッテマリーンズから4位指名を受け、11月25日、大阪の日本生命にて仮契約を結び、中継ぎとして、勝利の方程式に入るのを目標に頑張りたいと思いますと抱負を語った。契約金6000万円、年俸1200万円、背番号は40。なおドラフト前の2013年4月に結婚、長男も誕生し、 妻子持ちでプロ入りしている。プロ入り時の入団会見では、長男が物心がつき野球がわかるようになるまで、自分が野球をやっている姿を息子に見せたいという目標も語った。2014年には、オープン戦に主に中継ぎ要員として5試合に登板し、投球回数6イニングで打者24人に対して、被安打4、非本塁打0、吉し9に、 脱三振を防御率0.00を記録した。この結果、同期入団の石川歩美、吉田優太、井上春地下と共に公式戦の開幕を一軍で迎えた。3月29日に福岡ソフトバンクホークスとの開幕カード第2戦7回裏から、救援投手として吉田との新人バッテリーで一軍にデビュー。4月5日の対北海道日本ハムファイターズ戦でも、 救援当番で吉田とバッテリーを組むと、この年のパシフィックリーグの新人投手で最初に1軍公式戦初勝利を挙げた。ロッテが新人バッテリーによって1軍公式戦に勝利した事例は、1997年4月19日の対福岡大英ホークス戦以来17年ぶり。シーズン全体で1軍公式戦6試合に登板すると、 防御率9.64ながら一勝一敗を記録した。右肘を故障した2015年以降は1、軍公式戦への登板機会がなく、2016年10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。NPB 他球団での現役続行を希望し、2016年11月12日には、阪神甲子園球場で、 開催の12球団合同トライアウトに参加。参加42投手で最初に登板すると、シートバッティング形式で打者3人と対戦したが2本の安打を許した。その後、11月19日に自身のツイッターで現役を引退することを発表した。2017年からは打撃投手権に軍用具補佐を務めている。背番号は110。 小柄ながら、鋭い腕の振りから投げられる最速151キロの伸びのあるストレートと、スライダー、カーブ、フォーク、チェンジアップと、多彩な変化球を持つ、本格ハミぎ腕。ロッテへの入団当初は、一軍監督の伊藤つとから、実戦向きで即戦力と評価するなど、先発、中継ぎ要員としての活躍が期待されていた。 高校時代に JR 九州の練習に参加したことから、大学は JR 九州とコネクションのある東農大へ、進学、さらに就職先も JR 九州を希望していたが、最終的には必要とされているから、と日本生命への入社を決断した。初勝利を挙げた4月5日の記念ボールは、西野有志の初西部の記念ボールでもあるため、吉原本人は、 半分に割れるしかないと語っていたが、西野からは、勝ったのは吉原さんですからと送られたという。ありがとうございます。